はい、皆さんこんばんは、キースです。ではジャックジャンヌね、ふみさんとやっていきます。よろしくお願いします。今日はユニレール公演ね、楽しみ。さあ、いよいよやってまいりましたね。最終公演ですね。行きましょう。アンバーの田中美希注意、クォーツの高階沙羅組がジャックエースとしてぶつかるなんて見物だ。いや、話題になってますね。アンバーのアルジャンヌは新人公演でアルジャンヌだった1年生2人だって。そうね、神谷くんとアルジャンヌが2人、しかもその2人って海外公演で我しなりの滝姫役でしょ。早くアンバーの舞台見たいな。沙羅文くんも。もうじゃねえよ、もうじゃ沙羅文くんかみたいでしょ。アンバーとクォーツ、どんな戦いになるんだろうね。いやー、クォーツも結構話題になってますね。アンバーとクォーツが中心かな、今回。早入りしてるお客さんたち、フミさんと田中美希先輩の話で持ちきりだったぞ。やっぱりすごいことなんだね、フミさんがジャックエースで最終公演に出るのって。まあね、普段ね、近くにいるからね、フミさん。それでも十分すごいけど、やっぱり外から見たら相当めちゃくちゃすごい人なんでしょうね。急遽立ち見席も設営するって先生たちがバタバタしてた。すげえ。これまでの公演と雰囲気が違うだろうけど、圧倒されるなよ。いやー、すごい注目度。でもそんだけたくさんの人に見てもらえるってことですもんね。ああ、舞台が成功しますように。やってやろうぜ、鈴くん。いよいよ今日だ。いや、みんな揃ってるね。ネジさん、フミさんは？まさか、隊長。マジで？治ったはず。フミ王子は先に中を見学していらっしゃいます。マジか、王子。隊長は大丈夫なんだね、王子の。ほら、外騒がしいでしょ。フミと注意のことで。なるほどね。シャットダウンしないとね。間違えた。何シャットダウンって、電源切ってんじゃん。シャットオフしないとね、そういうのはね。本番前にちゃんと集中したいのさ。僕らが想像するよりもいろいろのしかかってくる状況だろうからね。いやー、すごいな、プレッシャーが。今日の最終公演、順序はオニキス、ロードナイト、アンバー、そして最後に俺たちクォーツだ。鳥ですね。鳥ですか。ついてるのか、そうじゃないのか。アンバーの後っすもんね。あるじゃんね、先に中のフミの様子見てきてあげて。は、わかりました。はあ、お、フミさんいた。フミさん。キサ、今日ここでやるんだな。やってやりましょう。初めて舞台に立った時はアルジャンヌだった。そこに今度はジャックエースとして立つ。しかもユニベール最後の公演でな。最強のジャックエースとして。今までにはない特別な緊張感があるよ。みんなに感謝してる。こんなすげえ経験与えてくれてさ。だから今日は。なになに？あ、アンバー。高階先輩、立花さん。何しに来た？行こうぜ。日が乱れる。あ、ちげえ。そうですね。集中しましょう。いやー、ちょっとバチバチですからね、今ね。あ、田中美希先輩も来たぞ。いやお、すげえ、この二人の絡みだ。俺は。ユニベール内の順位争いなどに興味はありません。ああ、興味ないのか。まあまあ、そうか。しかし、あなたを下すことに価値はある。おお、宣戦布告か。透明な器を俺のものにするために。ああ、透明な器ね、キサちゃんのことね。今日は、アンバーの血と骨で劇場を染める。いやあ、怖いことよね、相変わらず。やっぱりじゃあ、キサちゃんの取り合いだね、これは。花は必ず散る。花、フミさんのことか。普遍的な真理に勝るものはない。
なぜならそれは永遠だ。ちょっとよくわかんないですけど、自分のやってることが永遠に評価されるってそういうことか。若いうちの花は仮初めの花、再び咲いてからが本当の花。多分1個しか変わんないよね、年齢ね、うん、芸事の道は長い道のり、そんなたやすいもんじゃねえ。ああ、芸歴がちょっと違うか。ふみさんちっちゃい頃からやってるもんな。刹那の色に溺れてんのはお前の方じゃねえのか。お、言いますね。それに花ってのは散っても実を残すもんだ。いいこと言う。よその組長らはそこをちゃんと考えてる。そうね、後輩たちにね、託すものがあるもんね、みんな。お前だけだぜ、収穫するばかりで種もまかないのは。後世、後輩育成ね、ちょっと怒っちゃダメだよ、田中美先輩。そんなものに興味はない。興味持って。己自身を高めるために全血を注ぐこと、それにこそ真に価値がある。あ、そういう考え方ね。脆弱な人間とは違う、俺は強いとそうかよ、俺もあん時のツケ返してやろうと思ってたんだ。利子ツケでな。ああ、負けたことあるんだっけ。今日がその日だ。神様にだって誓ってきたんだ、俺はクオーツもこいつも守る。かっけー、ふみさんかっけいやー、いいね、バチバチ。いたいた、立花、ふみさん。そろそろオニキスの出番みたいだよ。ここで見ようと思って。いよいよ始まりますね。行きましょうか、オニキスからですね。今回はカイド先輩、スバチさんペアか。オニキスの1年生たちが踊り出た。うわ、笠井くん、また上手くなってる。オニキスに1年いたらこんなにダンス上達すんだな。新人公演の時でもすごかったのに。特化してるクラスの強みだね。今年もオニキスのダンスは強敵だ。お、スガジ、来たな。カイドウと一緒にペアダンスか。相変わらずバカみてえな身体能力だな、カイドウ。もう笑えてくるわ。スガチもいい。カイドウを支えながらも傍らでしっかり咲いてる。いいアルジャンヌに育てたじゃねえか、カイドウ。二人ともすごい。ステップの足取り一つ一つから二人の歴史の重みが響いてくる。経験が見せられるもの。そっか、カイドウ先輩とスガチ先輩は二人で一つの器と花なんだ。次はロードナイトだ。行きましょう。マルちゃんたちだ。やっぱりみんなすごく歌うまいね。緑川先輩と星何司先輩かな。ジャックケースとアルジャンヌかな。歌声が揃うと圧巻だな。コーラスの完成度も高い。緑川たちの指導が行き届いた結果だろう。未来のおしなり司だな。あ、まれまれ。オニキスとロードナイトの舞台が終わった。町の話題はアンバーとクオーツの対決で持ちきりだったけど、カイドウ君のあの力強いダンスも今日で見納めか。3年間オニキスを引っ張ってくれたからね。楽しませてもらったな、感謝してよ。司さんが卒業するなんて、私ずっと追っかけてたから。あ、出たぞ、司ファンだ、司推し。ミノミノの隣は司さんじゃなきゃやだやだ。みのりかわせばミノミノって呼ばれてんだ、みんなに、ファンに。劇場中、舞台を終えたクラスの話題でいっぱいだ。
それぞれのクラスのフォロワーだな。アンバーだけがユニヴェールじゃない。だよね。公式ツイッターとかあんのかな、インスタとか。ちゃんと見ている人は見てくれる。どんな時でもな。クォーツにもいるんでしょうね、たくさん。本来ユニヴェール歌劇に求められる姿ってこういうものだと思うよ。自分の好みのクラスを自分が好きなように楽しむ。どこか一興なんてつまらない。だからその牙城を崩してやりたいんだけどね。次アンバーっすね。アンバー来ましたね。バレシナリ来たな。我シナリ国威をはためかせる双子の滝姫は美しい二人の天女に見えた。怪しい微笑みをたたえた双子は羽のように衣服をたなびかせ爛漫に宙を舞う。その中央に枯れた大木のような異形が立っていた。これ下田長引きじゃないなの、これも。なんか違うね、いつもの。なんだっけこれ、ガシャドクロか。いつもとなんか違うな、メイクが。ガシャドクロ、体に骨をまとい天を泳ぐ滝姫たちを見上げている。滝姫らの怨嗟に呼び寄せられたガシャドクロは形容しがたい空虚なその両目で死の計画を見据えている。そう、双子の目的は復讐なのだ。父を奪った仇敵に血まで凍りつくような骨の鉄槌を下すのだ。キサちゃんなんだっけ一応これ、なんかその敵っていうのは。あれね、うん、神谷君と桃橋君にとっては父が田中美先輩かな。しかしガシャドクロにとってはそれもどうでもよいこと。死を望む怪物にとってただの戯れに過ぎない。双翼の天女たちは悲鳴にも似た強制を上げながらガシャドクロを導く。光彩の奥まで焦げつくような暴力的な映像で見る者の心を血と骨で塗りつぶす。我シナリ、観客の私たちもまた彼らの死の計画の一部に組み込まれているのだ。うわ、引いてんじゃん。そうじゃん、引いてる。これが僕たちの壁だよ。まあクォースとは全然ね、正反対なエンターテインメントですからね。アンバー、会場をご覧、皆死人のように彼らに心を奪われてしまった。なるほどね、死人、死人、死の計画にはまったと。本当だ、こんなに人がいるのに物音一つしね。まずい空気だね。みんな準備もある、一度中に戻ろうか。やばいぞこれは。さあアンバー一色の中、空気の中でクォーツいけんのか。すげえやりにくいけど。メイクがいるやつは先に鏡使わせてもらえ。気持ち切り替えていくぞ。おお、美月先輩いいね。俺たちの番。大丈夫かお前。アンバーの後か。B しっかりしろお前。お気を確かに B。みんな繊維を喪失してる。早い。やる前かな。あれがアンバー。あれが我シナリ。クォーツを守るにはあれを超えないといけない。いやちょっと空気悪いなこれ。ちょっとフミさんにビシッと締めてもらおうか。クォーツの顔に。本当にやるんだよな今から。おい D お前やめろ。スズ君準備しないと。スズまでやられてる。分かってる、分かってっけど。
頑張れすず。ああ、こんな雰囲気のままやれるか。お、いいぞいいぞ、声出してこ、声すず、折巻先輩たち、それから一年、なんで葬式みたいになってんすか。おお、確かにアンバーはすごかったけど、俺たちの舞台だって絶対いいもんになってる。そうだね、王国規律やみんなを楽しませる愉快な奴らだし、アルバイン小国は威厳のある堂々とした敵役。オトリ君、敗戦して壁の向こうに追いやられたクワトラ人だって希望を失ってない。そうね、なのに俺らがしょぼくれてどうすんだよ。希望持たないと俺らも。スズ君、ナイスズ、今までみんなで頑張ってきたじゃないですか。なのにそんなんでいいのかよ。よくない、みんなスズ君やるぞ。オッケー、ありがとう折巻くん。僕たちが言うべきことを言わせてしまったね。ここで言えるのがすごいね、一年が。やっぱメンタル強えわ、鈴くん。アンバーの舞台、見事だった。我しなりの生みの親として拍手を送る。それも彼らが僕の台本を分析し、最良の形で役に向き合ってきたからだと思う。ユニベールの歴史に残る最終公演の舞台だろう。アンバーに、田中右、神谷、桃梨の三人ありとね。一月に言ったように、このままの印象で終われば君たちの未来も危ぶまれる。アンバーを中心に据えた絶対王政のようなものが敷かれ始めるだろう。それを阻止するには、ユニベールはアンバーだけではないと証明する必要がある。俺もお前たちの気持ちわかるよ。お、ついにフミさんが口を開いた。俺も怖え。え、フミさんが、フミさんが、ジャックエースとして田中右と戦うことが正直怖い。田中右がじゃなくてお前たちのことを考えると、だ、この背中にお前たちの未来がかかってるって思うと、重すぎて今にも膝が笑いそうになる。フミさん、悪いな、本番前に弱いところ見せちまって。2年の時、アルジャンヌとして一人で戦わなきゃいけなかった時、俺はずっと孤独だった。どうあがいてもクオーツは崖下に向かって滑り落ちてく。俺の力じゃそれを止めることができなかった。めちゃくちゃ悔しかった、めちゃくちゃ情けなかった。家のことが嫌で飛び出してユニベールでもこのざま。結局何やっても俺は中途半端で終わっちまうんだって。そんな俺がアルジャンヌとしてクオーツの看板背負っちゃいけねえって思ってた。でも変わったんだ。クオーツを中から変えてくれたクロ、暴れ馬の俺の手綱を引いてくれたカイ、クオーツが無茶苦茶になってもついてきてくれた76期の同期フミ。こんな怖え先輩でも逃げねえでクオーツを支えてくれた2年、遠くから自分のできる精一杯で応えてくれたミツ、フミさん。やっぱね、みんなのこと見てるんですね。そして一年、いつだってがむしゃらにクオーツの一年を引っ張ってくれるス。ちゃんと周りを見てみんなに必要なことを教えてくれる宗師。それに誰より真面目で
何でもそつなくこなす教授。おお、踊り君も。高階先輩。俺の花を託せると思えた、貴様。海さん。お前らには、すげえ才能がちゃんと眠ってる。だから、大丈夫だ。怖くても戦える。怖いから、戦わなくちゃなんねえ。そうだ、俺たちなら。いやー、士気上がりましたね、これは。戦える。戦いたい。さすがフミさん。壁の高さは見えた。あとは超えるだけ。確かに連中は、劇場の空気をかっさらっていったかもしんねえ。でも、それがなんだ。クオーツの舞台には、見るものを楽しませる花も、観客の気持ちを受け止める器もある。俺たちが本気でぶつかれば、あんな壁、簡単にぶっ壊せる。アンバーは、このクオーツがぶっ壊す。壁の向こう、その先の景色は、お前たちが見るんだ。クオーツ魂見せろ。ついてこい、クオーツ。はい。いやー、かっけえ。いや、フミさん締めたね今。いやー、これ最高のテンションでいきますね、クオーツ一丸で。すごい、すごすぎる。我しなりの影響された人たち。まださっきの映像が消えない。消せ消せ。抱きついて離れない。離せ離せ。アンバーの後こんな空気になるなんて。前評判通りって感じだね。ちゃんとできたのかな私たち。ああ、もう不安になるぐらいの舞台だったってことね。アンバーが全力を尽くしたなら何も恥じることはない。そうよマレ、十分にやったわ。すべては巡るものよ。今日はこういう巡りなだけ。指摘つかす先輩。俺はまだ体が熱を持っている。これまでにない充実感、それこそが答えなんだ。それよりもこれからやるクオーツ、分が悪そうね。それはどうかな、司先輩。観客の熱が奪われてますからね。クオーツのいつもの雰囲気に持っていけるのか。逆境こそ、クオーツのね、力を見せる時ですから。見せてもらうさ。クオーツには、カイも、フミも。ミツキも。そして新しいアルジャンヌもいる。ネジ先輩もいるよ。さあ、どんな器でフミの花を受け止める。橘貴さん、しずくんもいるよ、そうちゃんもいるよ、踊りくんもいるよ。クオーツ、さあ来ましたね、王国の獅子や。行きましょう。さあ始まりました。向こうだ、逃がすな。くそ、冷酷のドブネズミがアルバイン小国の国境を越えるなんて。このことがアルバイン小国王に知れたら、とっとと見つけ出すぞ。クオーツの舞台、始まった？さあ、行きましょう。え、まだ始まったかもわかんないみたいな。まだ王引いてんの、アンバーが。女の子が追われているみたいだったけど、どうしたんだろう。
あ、いいぞいいぞいいぞ。興味持ってくれてんじゃん。つかみオッケー。今のキサ、つかみでぐっと観客の視線を集めたね。お、いいね、いい出だし。まずはほんの一瞬のシーンだが、走り方、息遣い、そして無視できない存在感。これがフミさんからね、託された花よ花。一発で彼女の物語だと伝わってくるな。おお、いいね、成功してる。素晴らしい花だわ。けれど、うまくフミの花と調和するのかしら。そこか。あ、出てきた。高階サラフミ、クオーツのジャックエース。寝てる？田中見せば起きて。見せてみろ、クオーツの花とやらを。起きてた。さあ、アドラ来ましたね。フミくんだ、かっこいい。これがフミくんのジャックエース。私はこれを見に来たの。すげえ、フミさんが出ただけで会場がパッと明るくなった。これがフミさんの花よ。クオーツの看板は伊達じゃない。これが俺たちのジャックエースだ。最強ジャックエース。キルセ組、準備しろ。ヨナガ、いけるな？はい。緊張するけど、やってやる。頑張って、そうちゃん。さてと、体も温まってきたし、今夜も王国キルセのお出ましだ。お、消えちゃった？え？骨？いいぞいいぞ、そうちゃん。皆様、今宵は王国キルツの劇場へようこそ。私はヤギ頭のイザクでございます。この辺ね、ちょっと重複するところも他のルートとあると思うんですけども、この辺も通していきたいと思います。え？なぜ私がこのような頭をしているかって？話せば長くなりますが、父親が農場に足を運んだ時にあるメヤギに一目惚れしまして。ああ、この話は将校たちに止められていたんだった。アルバインの風紀を乱すなってね。そう、ここはアルバイン、ユイベンじゃないですよ。うわ、あいつアドリブ入れやがった。お、これアドリブか、すげえな。度胸あるな、ヨナガ。負けてられないな、僕たちも。では、無駄話は置いて、王も家臣も聖者も使者も通りすがりのよもぎ売りまで、王国キルセの始まりだ。あ、さあ、来ましたね。はっ、高い。アクロバットはオニキスの1000倍特許なのに、やるな。素晴らしい身体能力だ。やはりオニキスに欲しい人材だったな、オリマキス。キルツのアクロバットスターチャンス。そして、ミツキさーん、シロタ先輩歌い出した。綺麗な声。ほんと、いいとこ取りね、クオーツは。一つの分野に特化せず、さまざまな才能を取り入れているからこそ輝く舞台。まあね、ちょっと一歩間違ったら中途半端になっちゃうけど、クオーツはね、見事に調和してるからね。その歯車が噛み合った時の爆発力といったら、凄まじいものがあるわ。それを噛み合わせるのがキサと。そして彼らにはまだ、ああ、そして花でもさあ、
アルバインの至宝、キルツェの花形、踊ってください、アドラ。ふっ、アドラかっこいい。おやおや、どこまでも突き進んでいきそうな情熱的なステップだね。さあ、このクローリーの手を貸そう、アドラ。君がこの舞台から振り落とされないように。あの高階先輩のステップにあそこまでついていけたのか、あの人。リジ先輩も天才だからね。誰だと思ってる？お、彼はかつての俺のパートナーだ。隠れネジ先輩推し。田中美先輩。なあ、さすがに目が回りそう。劇作家に過ぎない僕にはこれが限界だ。あとは頼んだよ、レヴィ。おお、フミさん解散コンビ。高階サラフミの体がネジコクトの手から。おっと、ちゃんと受け止めてくれるかい、座長さんよ。ああ、むつみカイの手にジャックエースの共演だ。行くぞ。いや、いいっすね、豪華。まったく、お前というやつは。あれ、やばい、私どうしたの？あのダンス、2年の最終公演でカイ君とフミ君がやってたやつ。おお、マジか。よくわかんないし、お前。あ、シークオーツファンか。まったく、見せてくれるじゃないか、カイ。お前を好敵士と認めた俺の目に狂いはなかったぞ。ほんと、どこまで突き進むつもり？こんなに序盤で飛ばして、こんなの楽しくなっちゃうじゃない。我ら王国キルツェ、凶楽の覚悟はお済みか、諸君。ものすごい歓声だ。会場がビリビリ振動してる。すげえすげえ、めっちゃ盛り上がってる。これが最初の私が恐れてたこと。ああ、こっからかすまないようにね、キサちゃんがしないといけないもんね、花として。フミさんが、みんなが花を高々と振りかざすたび、アルジャーヌの私に重くのしかかる。アドラの存在に負けないほどに獅子屋を輝かせてあげなくちゃいけない。でも今ならできる、私ならできる。もう怖くない、もう怖くない、もう怖くない。すべてを受け止める器として、みんなを魅了する花として、クオーツのアルジャンヌを見せつけるだけだ。行こう、行こう、獅子屋。キサ、王国キルツ、夢にまで見た王国キルツだ。信じられない、こうして再び彼らの舞台を見られるなんて。あの子、最初に逃げてた子？本当だ。ってことは、ここからあの子が王国キルツェと関わっていくんだ。めちゃくちゃ入り込んでんじゃねえか、お前ら。すごい、どんな展開になっちゃうんだろう。これアンバーも消えてるな。すごい、あれだけ盛り上がったのにキサの存在感が薄れてないでしょ。立花自身に染みついた魅力がそうさせているんだ。1年間のね、結果ですよこれが。この短期間でまるで別人じゃないか。確かに、まるで。フミさん、今日も超満員だったな。どうだった俺の宙返り。賑やかだったよ、猿みたいね。ありがとう。おい、カルロ、
猿か。いいですね。僕のヤギと変わりますか？お前みたいに長い口上言えねえからパス。それは残念ですね。じゃ、僕は一旦失礼。おい、もう行くのかよ、イザク。相変わらず舞台降りたらおとなしいな、イザクは。喜劇役者はそのぐらいがちょうどいいのさね、レビー。ああ、君は喜劇役者じゃないから元気出してもいいんだからね。舞台で少し気になることがあってな。気になること？なあ、なるほどな。バラバラなんだよね、ギルゼは。まあ個性はすごいけどちょっとバラバラ感があると。確かにね。透明な歯車を求めてる。ちょっと勝手に納得してないで俺にも教えてくださいよ。レヴィたちは王国キルツェ全体の問題を言っているんだろう。だからもっと詳しく俺にも分かるように。はいはい、お話し中すみませんね。いつものように入団希望者が来ておりますよ。お、未来のキルツェスターが集まってきたか。どれだけの門を持ってんのか早速見てやりましょうよ。見てくれ。疲れているから僕パス。カルロ、頼む。そう言わないの、カルロ。せっかく集まってくれたのに。そう、逸材がいるから。チャンスやイザクみたいに才能あるやつだって混じっているかもしれねえだろ。チャンスやイザクはこれで入ったのかな、試験で。そうですよ、あの時レビーさんに見つけてもらえなかったらきっと僕はまだ工場勤め、ヤギ頭かぶって。それはそれで見てえけど。カルロ、お前はさっき俺たちが話していた王国キルゼの問題点も理解しているようだし、同席してもらうぞ。そうそう、それ忘れてた。何なんすか俺たちの問題点って。僕も知りたいです。それはね、歯車が足りないことさ。歯車が足りない？調和が取れてないって意味。ほら、王国キルツの舞台は個性の博覧会って様相だろ。昔っからその傾向はあったんだけど、カルロやチャンスが入ってからそれがより顕著になってね。これじゃあ最高の舞台は作れないよ。必要なんだ、俺たちそれぞれの部品をつなぎ合わせてくれるような歯車が。なるほど。だったらなおさらやらないと、入団試験。カルロもほら。はあ、わかったよ。チャンスみたいな音痴が入ってきてもたまらないからね。そうそう、オンチが二人でハーモニーもヘッタクレもあったもんじゃ。カルロ！だいぶマシになったと思いますよ。フォローのつもりか、イザク。ありがとな、こっちくしょう。んで、入団試験で何人通るの、レビー？お前の目は一人だと言っている。さすが座長！その一人が現れればいいけど。はいはい、行こうぜ。未来のスターを待たせちゃ悪いだろ。おお、俺の歌を聴いてくれ、レビー。次、合格者はたったの一人なんですよね。僕はお芝居なら自信があるんです。おお神よ、私に死の接吻を。次。小国舞踏団で18年ダンスをやっておりますのよ。次な、次。はぁ、レビー、こいつら全員テストしてたら僕たちみんな退屈で死ぬんだろうね。わお、それをテーマに戯曲が一つ書けそう。カルロの言う通りだぜ。希望者も随分待たせて。おい、俺の番はまだかよ。シシアが待ってます。もう辛抱ならねえ。どうせ一人しか合格しねえんだ。この世界は実力が全て。わ、勝手に歌い踊り出したぞ。
チャンスみたいですね。おい、なんだなんだ、順番守れよ。うるさい、俺より自信があるならお前が歌ってみせろ。ふざけんな、俺だって面白くなってきたじゃないか。もう帰っていい。俺の歌は最高。ああ、私の踊りを見て。どけどけ、王国キリツェに入るのは。どうするよレビー、一度中断するか。そうだな、夜も更けてきた。また後日に回しても。あ、すみません、私も。なんだお前、突っ込んでろ。私に歌わせてください。はい、行きましょう。行きましたね、ディパーチャーですね。まずは最初の曲、今回はこれで終わりましょうかね。エキスパートやってみたんだけどね、無理っぽいんですよね。段違いにむずいんで、どうしようかな。ここはじゃあまあハードで行きましょうか。まあ、SS は言っただろ、これ。ちょっと見せたけど、なんか。OK、SS 行きましたね。じゃあ今回はね、この辺りでやりましょうかね。次回また続きやっていきたいと思います。報告しや。よろしくお付き合いください。では、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。